はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスター、スカーレット・バイオレット、ソードシールドってさ、言いそうになっちゃう癖なんだけど、スカーレット・バイオレットをね、また、ランダム対戦やっていこうと思うんですけど、今日は、キノガスタ使おうと思ってて、ちょっとテラスタイプだけは、これは格闘の方が多分強いんだけど、替え忘れです。で、キノガスタはね、型が何種類かあって、そのうちの一番なんか、まあ、普通というか標準的な、助け持たせて、こういう技構成ですね。なので、これで、技構成がまあこれなんで、性格は陽気になってますと。まあ、ありがちな方としては、こうガンプの枠を剣舞にして、意地にする意地合さとか、まあ、あと、そもそも特性がテクニシャンじゃなくて、ポイズンヒールのね、ポイヒ合さとかもあったりするんですけど、まあ、おいおいその辺もね、使っていけたらいいなと思ってます。で、まあ、キノガスタの特徴は、とにかく、100% 命中で眠らせるキノコの奉仕があって、で、まあ、ガンプーで S 操作、この方だったら、ま、ガンプーで S 操作ができるっていうのと、テクニシャンで、マッハパンチとタネマシンガンの威力がね、まあ、岩石封じも該当するんだけど、威力がバカみたいな威力になるっていう。で、まあ、基本的には、こういう方は、助けを持つのが主流になってて、まあ、対面性能のね、高さが一つの特徴だと思います。ポイヒ型は全然変わってくるんで、また別の動画で紹介できたらなと思うんですけど。じゃあ、対戦動画の方やっていきまーす。はい。じゃあ早速ね、対戦の方やっていこうと思います。例によってね、新しい構築を組んできたので、選出どうしようかな。相手もギャラいるな。毒画が通りにくそうな感じは若干あるけど。ただまあ、こっちカバ先投げてステロマッケールとめちゃくちゃ楽になるけど。誰か、ディンルー出てきてもガッサの通り結構いい寄りだから、で、コレクレイの進化したやつガッサ止められるのが、まあ、正直鬱陶しい話はあるんだよね。そこに対してどう返していくかだっけかな。ただあれを返していく術がちょっとあんまり見つからないな。ガッサただ投げときたい感は結構あるか。で、あれが出てきた時に、まあ、裏に引いて、ロトムから、ボルチェンで展開していくみたいな感じがいいんかな。ガッサカバーロトムとか。いや、多分、毒画で抜きに行こうがいいな。ガッサ、毒画。いやー、でもステロ巻きたいんだよな、めちゃくちゃ。ロトムで。ちょっと迷ったなぁ。コレクレイの進化するやつが、キノコの方針効かないみたいなのがあったはずなんだけど、他、それ以外のちょっと性能がわかんないんだよね。そこだけめっちゃ不安で。セグレイブ。これは初手めっちゃ出しがちで、ガンプから入っとくのがまあ無難な話はあるけど、で、見てからロトム引いて、そっからまあ展開していくみたいな感じでいいか。一回ガンプから。多分引くと思うけど。で、何撃ってきても一回ガンプ通しとけば、あー、OK。これは、咎めれるから。やっぱね、キノガスさんね、対面性能は神なんですよ。僕、ポケモン真面目にやり始めたのって、7世代の超最後の方ぐらいで、まあ、ほとんどが8世代なんだけど、当時はね、僕も始めたばっかりだったから、キノガスタにかなりいいようにやられてたんだよね。だからこいつが帰ってくるのはね、結構心配。で、引かなかったのを見ると多分裏いないんよな。こうマッパで処理しに行くか。オッケー。セグレイブ倒す。ポイヒガッサをね、使いたいっていう、僕の性格的にはポイヒガッサの 100% 合ってるんだけど。まあ、ガッサといえばまずこの、一番ね、対面性能に特化した型があるんじゃないかなと。他にもね、使うとしたら、あれは使いたい。なんだっけ。ガッサの、これ言葉が出て怖いんだよね。いや、意地剣舞のやつか。ガンプ切ったみたいな。で、ハボタック神が、ゴーストフェアリーか。マッパ通んないんだよね。身代わりがあるかどうかだな。ガンプ押して、S が上がってるとでもガンプ押してもあんま意味ないんだよな。星打っちゃう方がいいんだけど。身代わりないでしょ。ムーンフォーオッケー。身代わり考えると、ガンプなんだけど、多分、羽ばたく神ってさ、多分、ガンプ一回じゃ抜けないんよな、ガッサ。
これで、コーターンは確定でガンプ打てて、まあ、最速起きしなければガンプが2回入るから、多分さすがに抜けるんよな。オッケー。合彩一体で勝っていくと。ジジーってことでね、もう一戦やってきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。この試合は気の合さが結構やれそうな相手が多いので、ぜひ出したいと。で、気の合さ出したときに、対面ちょっとやったのは、ミミッキュ。まあガーも挑発あるとちょっと辛いけどな。一回カバに引けると、いろいろ楽にはなるけど。で、ラストで、だね、カバと、カバとガッサマジでシナジー悪いんよな。そこだけ気になるんだけど、まあ言ってもしょうがない。ロットムに対してはロトム投げれば僕多分楽なんだけど。ただあれだよな。そうすると、あのデリバードが、メカデリバードがちょっと辛くなるから。メカデリバードってさ、フリーズラあるかな？ないんだったらギャラ投げたいんだけど。ありそう。まあ、カバ耳ガッサが無難な気がする。あ、でもアマガで止まるな。ガーで止まるのはちょっとあんま好ましくないな。ガッサから入っていいんだけど、で、裏にカバ置くのもいいんだけど、アマが考えるとさすがにロットムか、毒ガがいないとダメで、まあ、毒ガ投げたいよりだけど、ロットム。まあ、やりやすいのはロットムか。動かしやすそうなのはロトムっぽい気がする。相手は多分初手ね、なんか変なテラスタルしてガッサを止めに来るみたいな話はワンチャンある気がしてて、そこがちょっと怖いかな。相手のなんかリーグカードめっちゃ怖くね、なんか後ろにおっさんいたぞ。大丈夫か。はいはいはい、デリバード。この人確か S 上がるよな。まあ、見てチェックしてから。うん？クオクチャージはしてこない。素直に、星打ってもいいけどな。草テラスタルしてくるかな。ただ、スカーフだった時のこと考えると、ガンプちょっと打ちづらいんだよな。だ こっち引けないからね。ここは行くしかないね。星で。レイビー普通にとりあえずショットは突っ込んでくる感じで、なんかスカーフっぽい気がするけど、ラムじゃない。ここはタネガン打ちたい。タネガンでまあ多分やれると思うけどな。で裏がみんな軒並み遅いのと、マッパで1回は削れるから。だからこれね、裏がね、カバロトムだから。まあでも、包みさえ処理すればカバロトム結構、やれると思うよな。まあマッパで取れるからここはいいか。オッケー、鉄の包み処理する。こうね、この対面性能がね、気のがしさは、熱いっすよね。まあでも僕多分旧世代は多分ガッサ使う側よりガッサをどう倒すか考える側になる、まあ、話はある気がするんだけど、でさ、イッカネズミって何してくる？ノーマルタイプか。一応マッパー通るんか。一回カバにちょっと引きたい気持ちあるけどな。カバにちょっと引きたいけど、まあマッパで削っていいか。カバに引いてから動くと、あの砂とかですごいきつくなっちゃうから。草分け持ってる。まあ、イッカネズミの所属地がわからないから、しぶしぶマッパを押しました。カバでいいね。砂で多分落ちるんじゃないかな。砂起こし。砂で落ちる HP だね。ステロで。で、多分、タネガン3回4回5回めっちゃ運いいな。5回飛んでくるのはちょっときついけど、
まあでもミミッキはまだ間に合うから、アマガーに対してはまあそこ引いてからかな。ミミッキは大丈夫なんよ。あ、オッケー。怠けるから入るのが丸いかな。じゃれー、フェアリーテラスタルされるとさ、ワンチャン無理な話あるな。ミミッキュ、まあ見てからあくびで多分大丈夫だと思うからいいんだけど、こっからは2体するから、おあくびでいい、剣舞 OK、都合良すぎだ僕の技選択、最高。寝てくださーい。で、まあ通るなら自信でいいかな。ラム持ってる？もしかして。それちょっとやめてほしいな。ラムミミッキちょっとつらいぞ。初手のデリバードラムじゃなかったのと、ガッサ対策考えるとなんかミミッキがラム持っててもおかしくない気はするけど、ラムじゃない、オッケー、自信で。カバモガッサをマジでラムに怯えながら戦わなきゃいけないのがね、つらいね。まあこれで勝ちですね。まあ初手のガッサで結構荒らせたのがでかかったんじゃないですか。オッケー。いや、一試合の対戦時間マジで短いな、受け使わないと。ビビった。まあ、事実ということでお疲れ様でした。